この時間はゲストの方にお電話でお話を伺います。内藤証券投資調査部シニアアナリストの浅井陽三さんです。浅井さん、あ、こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。日経平均株が今日は反落で、月曜日始まりました、はい、今日の相場はどうですか？そうですね、若干ちょっと短期的には、依然まあ過熱感が少し残ってますので、そういったところもありますし、利益確定売りがちょっと出てるような感じではないでしょうか、ちょっとその日銀総裁の人事の問題とかですね、そういうこともありまして、その円相場の先行きとか、それから、アメリカの方もその金利の方ですね、利上げ修正とか利下げ転換ですね、こちらの方が先延ばしされるという見方がちょっと強まってますので、そういったこともあってちょっとこう足踏みしてるというような状況かなと思います。それでは今週のお話をお願いします。まずはナスダックからですかね。そうですね、ナスダック総合指数、グロース株の方が、先週末はニューヨークダウは高かったんですけど、ナスダック指数が反落と、下落という形になりまして、こちらの方は、雇用統計からずっと引きずってますけれども、意外と雇用が強いということで、 FRB 高官が、しばらくちょっと利上げを続ける必要があるとかですね、そういったことで、ちょっと市場が期待してたほど、利下げ時期っていうのがとかですね、遠のくんじゃないか、利上げ停止時期とか遠のくんじゃないかという見方になってきました、で10年債利回り、次のページですけども、 3.3% 台まで下がってたのがですね、 3.7% 台まで戻してきまして、こちらについては、雇用統計もありますし、2月のミシガン大の消費者信頼、態度指数ですね、こちらの方の速報値が市場予想を上回ったとか、そういうこともありました。消費者の予想するインフレ率がもう上昇したということもありまして、金利が再び上昇してきて、グロース株がちょっと元気がなくなったという形になっています。今週は14日にアメリカの消費者物価指数、それから15日小売売上高、そして16日に生産者物価指数 PPI ですね、というのを発表が続きますので、少しそういったのを前に、少しちょっとポジションを減らしておこうという動きが今日なんか出ているのかなと思います。そして円相場の方ですけれども、アメリカのそういった動きを受けてですね、日米金利差拡大から円安という動くところでしたけれども、先週末は次期日銀総裁に、量的緩和策を引き継ぐと見られていた雨宮氏ではなくて、上田氏の起用が固めたという報道がありまして、そういったところで、円高方向に一旦動いたと。瞬間円高になりましたよね、なりましたね、そういった形になりまして、なかなかちょっと見通しづらくはなってます、日銀が金融緩和縮小に動きやすくなったという見方が、出てきているということなんですけれども、そういったところなんですけれども、上田氏がですね、実勢に応じて、慎重に金融緩和政策の修正に動くというふうには見ておるんですけれども、その国内の物価の伸び率が41年ぶりの水準でですね、今後も上振れがあることがあれば、修正に動かざるを得なくなってくるんじゃないかというのが、海外ヘッジファンドも含めての見立てにはなってきているわけなんです、12月は 4%、1月の特部の消費者物価指数も 4.3% の伸びという形になりまして、こちらの方は日本の消費者物価指数は2月24日、そして特部の方は3月3日という発表になりますけれども、今後はやっぱりくすぶってきてですね、物色方向でいけば、そういったメガバンク並びにそういった地銀株なんかが買われるというふうな動きが続くのかなというふうに思います。それから日経株価の方はちょっと押しました。今日なんか押してますけれども、週足で見ますと13週、26週、52週線のある2週線のあります2万7000円台前半。このあたりでちょっと下げしぶる動きになるんじゃないかというふうには思います。次のページに日足の方も同様にですね、75日200日線あたり、そういった期間の平均買いコストになるわけですけども、こちらの方が27,200円台あたりということでありまして、今日はそのあたりで若干ちょっと下げしぶっているという状況であります。RSI のですね、次のページ RSI の指数を見ますと、14日ベースで見ますと、先週末現在も 80% をちょっと超えた水準で推移してまして、
だいたい 8% 超えると若干ちょっと過熱感あるかなというふうなところで、まあ、相場が反落したり足踏みしたりするわけなんですけれども、まあ、比較的、まあ、信頼感は高いというふうには私は見てますけれども、まあ、そういったのがちょっと過熱感を示しているということもありました。それから日経株価と EPSPR の推移ですけれども、こちらの方は11月14日真ん中の予想 EPS が2238円から、まあ、徐々には低下してきているということで、2125円ということで先週末になってますけれども、まあ、ただですね、まあ、当初ちょっと予想もっとこう下方修正するかなというふうなところから見ますと、まだこう 5% 程度の修正にとどまってまして、まあ、市場に大きく影響を与えるような、まあ、先行きのその回復なんかを考えますと、あまりこう大きな影響を与えるような修正にはなっていないと、まあ、まだ途中発表の途中ですけれども、そういったところで EPS はそれほど低下していないということですね。 PR の方は13倍まで上昇してきましたね。結果として PR が上がっていると。そうですね、 PR が上がっているような、まあ、株価もまあ堅調なんですけど、 PR は上がってきているというところで、13倍まで上がってきたということですね。はい。それから工作機械受注の推移なんですけれども、まあ、中国景気の減速とか欧米の金融引き締めで設備投資の先送りなんかが出てまして、それと海外、外需の方が 13.2% 前年同月で、まあ、1月の速報値ですね、減少したということで、合計ではまあ 9.7% の減少ということになりました。1月につきましては中国の春節なんかもありましたので、まあ、減少はやむを得ないというところもあるんですけれども、若干ちょっとやっぱ頭打ち感がやっぱはっきりと出てきているのかなという感じもいたします。で、まあ、次のページ景気の先行指標であります工作機械受注額なんですけれども、まあ、企業の設備投資の先行指標ということで、まあ、変化率を見てまあ動向を先取りするというふうな見方もありまして、この赤いグラフが、直近はマイナス 9.7%、12月にですね、12月分がプラスの 0.9% で一旦ちょっと頭出したんですけど、再びマイナス 9.7% ということで、まだモメンタム的にはまだちょっと減少傾向が続いているということで、まあ、そういったことも考えるとですね、なかなか工作機械株って買いにくいかなと思うんですけど、最近ちょっと買われてたんですね。そうですね、このところね、ちょっと見直されてますよね。これはまあ景気の先行き楽観、やっぱりそのポジション調整なんかのもうなんかもあるのかもしれませんけど、景気の先行きはもうちょっと今がボトムで、これからちょっと回復するしかないんだよという見方が市場のやっぱり見方 の体制になってきているのかなというふうにはもう思いました。で、小崎機械受注額と大熊の株価、大熊代表的な小崎機械株ですけども、これ見ますとやはり過去のボトムから若干ちょっと早めにボトム打ちして出直ってきているというふうな動きになってまして、株価はやっぱりそういった景気敏感株は早めに底打ちしてくるというのがまあ過去の例なんですね。だからそういったのを考えると、今回ちょっと早めに動き出して、まあ、年初来高値更新している銘柄も出てきましたけども、まあ、そういったのを考えるとですね、景気のやっぱりそういった先行き示唆しているのかなというふうな感じも受けます。直近ちょっと大熊はちょっと株価の方足踏みしてましたけども、これはやっぱりコロナによる供給制約とかですね、欧米の利上げによる景気減速懸念がちょっと強かったっていうのもあったかと思います。うん。それから新高値新安値銘柄数の推移ですけれども、ご覧の通り、なかなか増えてこないんですけども、今日も前場、5番始まったところで53銘柄赤い方、新高値銘柄ですね、相場を牽引するセクターが出てくれば、指数が横ばいでも新高値銘柄が増加してですね、指数も一段高に転じるということになるかと思うんですけども、まあ、こちらのもうちょっと増えてきてほしい、もうちょっと柱になるセクター銘柄が出てきてほしいというところです。ただ業種別の株価指数の推移ですけれども、内需系はずっと下向きで、若干ちょっと医薬品反転してます。それからもう一枚、こちら銀行がちょっと反転してまして、卸売なんかも再び上昇傾向。機械、電気あたりはまあ緩やかな、まあ、上向きという形になってますね。まあ、そういった形であります。今日の銘柄ですけれども、短中期の上昇基調にあります業績情報修正銘柄をピックアップしてみました。というところで、売上高、営業利益、経常利益、純利益を情報修正した銘柄で、うち営業利益が前回比で 5% 以上、情報修正しているという銘柄です。そして株価の13周線26周線が上向きで、なおかつ株価自体がその13周26周線を上回っている銘柄をピックアップしてみました。はい。そして上昇率も考慮しています。うん。というところで出てきました、アダストリアからですね、グローバルワークとかローリーズファームとかカジュアル医療店、医療の専門店チェーンですけども、
1月の既存店売上高が 5.3 年、前年同月比で 5.3% 増ということで、通期でここまで 13.7% 増と好調です。あと日清食品とかですね、ドトール日レスホールディングスとか、値上げによって業績のが情報修正している銘柄が結構目立ってます。食品とかですね、外食とかそうです。それからクレイド SD ホールディングス、これはドラッグストアですね。コロナの抗原検査キットの需要が増加したということもありまして、あと今後インバウンド消費に期待したいというところもあります。中国塗料も船舶用の塗料ですけども、販売価格の見直し進展ということもあります。トリエンタルランドは4月15日から東京ディズニーリゾートの40周年イベントがスタートします。こちらの方も30日に情報修正、インバウンドに期待というところですね。佐藤ホールディングスはバーコードなど自動認識システムの会社で、IC タグとかの会社、こちらもですね、事業績回復してきてます。グローリーは赤字ですけれども、こちらはちょっと半導体不足で生産が遅れたということによります。それでも情報修正ということで、次のページいきますと、日本ピラーバルカーはこちらは液体漏れを防ぐなどのメカニカルシールの大手が2社が最高益更新なんですね。それから東京エレクトロンも出てきました。こちらの方は半導体市況につきましては、そのエレクトロンはですね、全般は今年の7、9月から回復を想定しているということで、ロジック中心にメモリーの回復はやや遅れて10、12月もありうるかなという感じです。そして今年は2割減ぐらいの需要ですけれども、来年24年は好調だった22年並みか、それを上回って25年はさらに伸びるとの見通しを、明るい見通しを示しています。先端半導体の開発投資が活発ですし、それから産業構造の変化ですね、チャット GPT という人工知能による文章を作成など回答したりですね、質問に回答したりというソフトが最近出てきてますけども、そうなんです。 IoT とか AI とか 5G データセンターの需要とかですね、そういったのも出てきますし、メタバースも回復して PC モバイルの買い替え需要も今後出てくるということで、株価、東京エレクトロンの株価戻してきてますけども、今の相場全般に言えることなんですけど、問題はみんないいことは、材料は知って、時計袋のいい材料というのは知ってるわけで、今後ですね、なんて言いますか、割高な水準まで、行き過ぎて買われることはちょっとないのかなということで、どっちかというと戻りを取る相場で、とりあえず、その業績の伸びに沿った買いは入ってくるのかなというふうには思います。なるほど。はい、浅井さん、時間が来たようでございます。あ、そうですね、はい、今週もどうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。